フランコ・バザリアあるいはフランコ・バザーリアは、イタリアの精神科医、神経科学者、大学教授。世界で初めて、イタリア国内のすべての精神病院を廃絶する、ことに成功。ASL などの地域で治す、精神医療の創出に尽力し、全世界に強い影響を与えた。その生涯は映画にもなり、イタリア全土に知られている。精神病院廃絶を実現した。 法律第180法が彼の名にちなんで、バザリア法と呼ばれた。1980年の主要で死亡。1924年ベネチア生まれ。幼少期はおとなしい子供だった。パドバ大学医学部で、精神医学を学ぶ。大学時代ファシズムに反対し、仲間と共に6ヶ月の交流生活を送る。最後の1ヶ月は、父の友人の意思により、 脳使用の診断書が作成され、病院で過ごした。交流生活の経験が、閉鎖的施設への嫌悪を芽生えさせ、後の活動につながった。29歳で友人の妹フランカ、オンガロと結婚。彼女は、英語の翻訳者で、バザーリアの主な著書は教著である。彼女は後に、上院議員としても活躍した。大学卒業後、 13年大学で助手として働いた、後、採用試験で五律屋の精神病院の院長に選ばれる。最初の日から、環境改善の必要を感じ、改革に取り組む。窓の鉄格子を外し、病棟を開放する。何も問題が起こらなかったことから、一層の改革に着手する。拘束医や白衣が廃止され、医師、看護師、患者による、 自治集会を行われた。しかし1968年に週末に外泊中だった入院患者が妻を殺害すると殺人に加担した罪で裁判にかけられた。3年後無罪方面となる。1968年夫人フランカとアメリカ留学。ケネディカで解放の都にあったアメリカの精神医療を観察する。帰国後。 パルマの精神病院院長に就任。後に、パルマ大学で講義を持つ交友を得る。1970年トリエステの精神病院院長に就任。県代表の政治家、ミケーレザネッティと出会う。ザネッティと共に、県政府と次々と改革を実現していく。改革への批判キャンペーンが始まり、イタリア全土に広がっていく。1974年。 民主精神医学協会発足。バザーリアは、イタリア全土を公園に飛び回る。1975年には繰り返し、息子の退院を求めていた家族に、彼を託した結果、息子が両親を殺害し、その責任を、バザーリア、主治医、ムッジャ精神衛生センターの医師が問われた裁判が、起こる。バザーリア、主治医は、無罪となるも、 精神衛生センターでの治療に落ち度があったとして、センターの医師には執行猶予付き有罪判決が下った。また、公務員を目指して何度も不合格であった入院患者の若者が自分の不幸を医師のせいにし、医師を視察した。これらによる批判は、トリエステが不精神医療、精神保険のパイロット地区に指定されたことにより、緩和された。 1977年トリエステ精神病院の閉鎖を決定した。保護医やショック療法、強制投薬が廃止され、建物の鍵が解放され患者は外部社会につながった。同年、グループで病院のアパートに移り住んだ自傷行為傾向の若い女性患者が、ローマ劇場から飛び降り重傷を負い、狂人たちの解放が正しいかについて議論となる。 しかしそれも患者の地域移行を妨げるものとならなかった。1978年第180法成立。マニコミオが廃絶され、精神医療は地域に委ねられた。1977年精神医療の国際ネットワーク、レゾーの会合に参加し、若者集団により会場から押し出されて助骨を骨折。1978年ローマに転居。 1979年の主要になる。1980年最後の数ヶ月を、ベネチアの自宅で過ごし56歳で死去。バザーリアの死後、ツマフランカやザネッティ、その協力者たちによって、運動は続けられた。石川信義著心をやめる人たちや、松島県庁、プシコナウティカの中に、その後のイタリアにおける、精神医療の展開のレポート、 報告がある。石川によれば、都市部では、収容型施設がないことで、手間がかかり、スタッフから不平が出ることが多いが、一方で、バザーリア法によって解放され、仕事について、バザーリアに深く感謝している元患者が、体制実在することも、事実である。松島によれば、イタリアでは、その後演劇活動をはじめとする多様な患者たちの、 活動が続けられ、明らかな変化と改革の効果が見受けられる。1979年サンパウロの講演会で、狂気と精神病について語り、重要な予防策は貧困との戦いとしている。当時のイタリアでは高所得者は医師に、個人的な治療を受けており、精神病院に入院することはなかった。また、私たちの中には、狂気が存在しています。 と万人における理性と狂気の内在を示唆し、狂気そのものの普遍性を唱えた。精神病の概念を否定し、統合失調症などの病名を付けることを、医師にとって、都合の良い楽診を押すこととしている。また、長期入院の慢性患者については、病気が原因で病んでいるのではなく、施設が原因で病んでいることが分かってると、長期入院について、非を唱えた。 スイスのジャーナリストとのインタビューでは、精神病について、病気ではなく、苦悩が存在するとしており、その解決策を乱すことを、重要視した。精神病院捨てた、イタリア捨てない、日本大熊和夫著、岩波書店、2009、精神病院のない世界を目指して、バザーリアデン、ミケーレザネッティ、フランチェスコ・パルメジャーニ著、鈴木哲史。 大内則彦役、岩波書店、2016、プシコナウティカイタリア精神医療の人類学、松島県庁、世界視聴者、2014、精神病院はいらない。イタリアバザーリア改革を達成させた、愛弟子3人の証言、大熊和夫著、現代書簡、2016。バザーリア公園録自由こそ治療だ。 フランコバザーアリア著、大熊和夫、大内範彦、鈴木哲氏、梶原徹役、岩波書店、2017、自由こそ治療だ、イタリア精神病院解体のレポート、ジルシュミット著、ハンダフミオ役、社会評論者、2013。ありがとうございます。